Let's just roll that dice.どうも皆さんこんにちは、イーサンチャンネルです。天気のいい日曜日、仲間たちを誘ってとあるバイクイベントへ出かけてみたいと思います。おはようございます、ケイタ君。今日よろしく。今日どこ行くんですか？若松若松ね、若松北九州バイク祭りかな、ね、行ってみたいと思います。それでは北九州バイク祭り2023、行ってみましょう。第2集合ポイントの夢タウン音楽店に到着です。おはようございます、マキさん。おはようございます、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします、はい、森田さん、おはようございます。素敵ですね、今日も。そうです、爽やかですね。おヒデさん、おはようございます。今日はありがとうございます。びっくりしました。そして初めまして、たけちゃんの番組で見ました、はい、しんちゃん、よろしくお願いします。ピーちゃんです。ピーちゃん、よろしくお願いします。それでは目的地、若松、響き、海の公園に到着しました。盛り上がってますね。思ってた以上の大盛況ぶりです。響き海の公園は北九州市若松区北海岸にあるマリンパークで、市街地から気軽に行ける身近なリゾートをテーマとし、釣り桟橋、人工海域、多目的広場、フィッシャリーナなどが整備されています。今回のイベント北九州バイク祭りは、ここ海の公園内でバイク乗りが家族や友人たちと一緒に楽しめるイベントとして今年初めて開催されました。
それでは会場に集まったたくさんのバイクを見ていきましょう。これはまたすごいハンター株軍団ですね。視聴者の方が気軽に声をかけてくれました。ありがとうございます。気合入ってますね。ありがとうございます。このシーンがいいですね。あったら大丈夫。え、ちょっと社長エボさん、え、じゃあ今度14日に来られるんありがとうから次にすごいカスタム車両が運び込まれてきます。なんとインディアンオレンジの小田さん発見。それでは突撃インタビュー行ってみましょう。小田さん、あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。小田さんといえばなんかこういつもレーシーなすごいマシンを次から次に生み出されますよね、はい。うん、この中で言ったらこれ見てよみたいなのあったりします？これ見てよは全部見てよって感じ。あ、全部見てよって感じ。これはいつもなんかレースに出てるやつ、うん、これは行ってアメリカ持って行って今国内のドラッグレースで走ってる。あ、国内の、あの国内のドラッグレースってどこでやってるんですか？ほぼほぼ山口じゃない、笠岡、岡山県、はい、岡山県、うん、おお、早いですか？これめちゃくちゃ、うん、まだ早いけど、はい、まだそんなに速くはない。まだ速くしないといけない。なんかボンネビルとか、うん、ソルトレイクとかも行かれるんですよね。ソルトレイクはまだ1回しか行ったことないけど、うん、でこっち国内で煮詰めて、はい、で仕上がったらもう1回行こうかな、はい。ソルトレイクに今度持っていくマシンはこちらですか？これ。あ、こちら。前回行った時は？前回行った時はこれなんだけど、はい、エンジンはこっちの。あっちのエンジン。うん、あ、こっちのエンジン。で、この車両に積んでた。そう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 。まあ、どうしても、はい、
ね、ナックルヘッドの形じゃ、はい、どうしても限界がね、速くなる限界が球足が多い。はい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 、なるほど。実際ソルトレーク走ってみてどうでした？めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃ怖いんですか？めちゃくちゃ怖い。前回ま、前回転まで達したらこう頭打ちしてうわーみたいな感じじゃないですか？ね、それは基本的に6500ぐらい、それ以上回すとエンジンがブローするんで、はいはいはい、そのあたりをずっとキープしながら、はい、何キロまで出ました？最大トップスピードで出たのはこの時で250ぐらい。250、うん、ナックレットで250。早いっすね。こう、ちなみにこっちのショベルは何本ぐらい出るんですか？これはまだトップスピードは測ってないけど、はい、まあこっちよりは速いのは間違いない。そうなんですね、うん、あっちが 200？ こっちは250。250、それ以上速い。目標は300キロ。目標300キロ。すごいっすね。300キロ。ちなみにあのこのバイブスを飾ったこのこちらのこれはディガースタイプ。ディガーですね。これはやっぱぶっ飛ぶんですか？これは力がある。速いっていうか力がある。あ、力がある感じです、うん、馬力よりもトルク。馬力よりもトルク、うん、これまたすごいの作られましたよね。これは大変でしたね。あ、大変です。大変でした。どんぐらいの年月をかかって作られた？だいぶ泣きそうだった。作った期間は、はい、1年半か2年ぐらいなのかな。1年半か2年、うん、本気でやりだしてやったのは、はい、それまではちょっと随分お待たせしてしまいましたが、はい、うん、これキャブってこうウェーバーはある回転数までいったら回り出すんですか？いや、ね、というかこうスーパーチャージャーはもうエンジンがかかっちゃったら、はい、エンジンの動力でずっと回っとるんで、はい、下級は常にかかる。あ、ずっとかかる、うん、だから下から行く感じ。だからターボが馬力出す感じやったらスーパーチャージャーはトルクを出す。あ、トルクを出す感じ。下からガッとかかる。ああ、そういう感じなんですね。じゃあある一定のところからいきなり加速するっていうような感じじゃないで、もう下からもう出足から力出ます。スーパーチャージャーって言ったらこうマットマックスのインターセプターを思いますけど、あれも要するに、あれもそうそうそう、あれは、はい、あのクラッチがついてて車用は、はいはい、チャージャーのオンオフできるのか。あ、オンオフだ、うん、あで、これもオンオフが出たらあんな風に できるんですか？キューンみたいな。キューンはね、あーしたいんやったらもうロス効かした方がいいね。あ、そうなんですか？ナイトロね。あ、はい、なるほどですね。そんなのもやっぱ使ったりするんですか？うちはナイトロあんまり使わないです。ナイトロは使わない、うん、使いたいけど。ああなんですか、うん、これもカット部仕様なんですか？これはね、エンジン自体は、はい、そんなには使ってない、はい、うん、カムと給排気変えてるぐらい、はい、で街中で一番いいところで力が出るように。なんとこちらのマシン、古着屋ノット正さんのめちゃくちゃかっこいいですね、うん、こういうデザインもこうされるんですか？うん、これはもう全部お任せで作った感じ。お任せで、うん、大体こんな感じみたいな言われて、はいはいはい、ちょっと速そうなハーレー作ってください。速そうな、センスがいいですよね。ありがとうございます。これってこういうやつがあるんですか？いや、これは作りました。あ、作ったんですか、うん、これ。ここまたレーシーでいいです。なんかやる気感じるでしょ。ああ、やる気感じますね。なんかインディアンオレンジだなっていう感じしますよね。ぶっ飛ぶ感じの雰囲気が。小田さん、やっぱりこうカスタムコンセプトとしてはやっぱりなんかこういうぶっ飛び系のマシンがこうやっぱり。ね、それはね、はい、ちょっと変わってきて、うん、どうしてもレースやってるから、はい、こういう風な、なんか日常にレースがあるから、はい、どうしてもこういう風なこれとかこれとか、はい、あれとかみたいなんで、もともとはもう好きなのはこれなんで。あ、そうなんですか、うん、自分の原点はもうこのチョッパーなんで。チョッパー、うん、でこれが最近一番最近作ったやつなんだけど、はい、ちょっとこの辺にもう一回戻ろうかな。あ、戻ろうかな、好きなのに戻ろうかな。だからチョッパー作りたい今。これは70年代とか。これは雰囲気としては70年代でしたね、はい、うん、この勝ち上がったマフラーとかいいですよね、動力で。いいです。でやっぱキャブは S1 ベースなんですね。キャブは S1 ベースが好き。この辺の彫金とかも
あれですか、うん、これはね、でもね、売ってる木なんです。あ、売ってるやつ、ね、売ってる木、うん、これ最新作、うん、ですね。ありですよね。ありです。何年だったかな、これ。68年だったかな。68年、うん、これもお客さんのオーダーか。これもお客さん。あ、そうなんです。これも好き勝手作りました。はい、あ、好き勝手。好き勝手っていうか、体の大きな人なんで、はい、オーナーさんが、はい、またがってこう体のバランスとバイクのバランスがこう、はい、ちぐはぐならんように、はいはい、うん、それイメージして、はい、うん、でチョッパー作りたかったんで、はい、めちゃくちゃセンスいいですね。こんなところとかもこう、そうそうそう、やる気感じますね。うんうん、ウィンカーなんかつけたくないんだけどね。つけないと怒られるから、はい、なんかかっこよく作りたいな。かっこいいですよ、ディテールが。どうしてもやっぱぶっ飛びそうなディテール盛り込んできますね。ください。今度ぜひ遊びに来ていいですか。あ、いいですよ、いつでも見てください、はい、じゃあお邪魔します、はい、よろしくお願いします。待ってます。ありがとうございます。インディアンオレンジの野田さんでした。ありがとうございます。はい、ではこれメインはリコさんに喋ってもらいましょうか。あら、リコさんおらん。あ、おった。ここです。今日は皆さん何人で来られたんですか。今日はですね、福岡から14台で来ました。14台で、はい、何つながりなんですか。何つながり、バイクつながり。インスタつながり。インスタ、うん、インスタかな、まあ、いつも T さんチャンネルでおなじみの、はい、ゆみさんとか、ゆみさん、リコさんも登場しました、はい、ゆめさんに。ゆうやさん、イケメンですね。そうそう、イケメンですよ。美男美女のご夫婦です。もう性格も抜群、バイクもかっこいい。おお、なるほど。美男美女、もう言うことないよね。天は二物も百も与えるっていう。ね、めっちゃ喋る。喋りすぎ。バッチリ撮れてますよ。っていうか、あら、この子はなんか福岡ナイトで見たような気がするけど。そうよね。あ、そうなんだ。バイクまだ同じバイク。本当。なんかこう髪の色とか変わりましたね。かわいい。かわいいね。何色ですか。何色ですか、髪の色。うん、グレージュ。うん、かわいい。アッシュ系になるんですか。アッシュ系、アッシュグレージュみたいな。おしゃれ。今日のファッションのポイントを教えてもらっていいですか。はい、なるほど。これはスロットルワークスね。お店に買いに行ったんですか、ショップに。で、細身のパンツにその編み上げのブーツがかっこいいです。そうですね、はい、シンプルイズザベストで。シンプルイズザベスト。はい、今日ポイントここですね、音の。そうですね、うん、はい、このダブルので、このネイルもね、またかわいい。ネイルもかわいい、確かに。で、かわいい、これ、うんうんうん、おしゃれ。おしゃれ、ありがとうございます。ありがとうございます。ピース。主人公。じゃあ、じゃあ、Bさんでーす。はい、Bさんです。こんにちは。ですね、はい。今日はこちらはどこに来たんでしょうか。今日はですね、北九州市の若松にある響き海の公園っていうところですね。はい、なるほどですね。北九州バイク祭りっていうのが今日はあってて。そこに来てみました。いいですね、はい、これ総勢バイクは4000台ぐらいですね。そう、来ましたね、そのぐらいね。昨日の2倍ぐらいいるそうなんですけど。あ、そうなんですか。はい、おー、4000も。さあ、そんな中で、はい、今日は P さんのファッションチェックをしたいと思います。なるほど、逆に。イエーイイエーイイエーイ、パチ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 。逆にインタビューされるのちょっと。はい、じゃあですね、今日の一番のファッションポイント、はい、もうここ見てっていうとこどこでしょうか。ここ見て、はい、見てほしいみたいな。見てほしいところっすか。はい、いろいろあると思うんですけど。どこっすかね。15年ぶりにクローゼットから引っ張り出したこの A2 フライトジャケットを。なるほど。な、
ちょっと一周してみてください。で、いいでね、あんまりこう硬くならないように LL ビーンのブーツにブーツインして、はい、ちょっと遊牧感を漂わせてみました。なるほど、はい、遊牧民みたいな感じですか。そうそうそう、遊牧民みたいなテーマ。今日のテーマ遊牧民。だいたい僕遊牧民をテーマにしてる。人生も遊牧な感じですか。人生も遊牧だし、だいたいバイクスタイルが遊牧。バイクも遊牧な感じで、そうそうそう、ね、皆さん遊牧仲間。遊牧仲間、遊牧仲間です。そうなんですね。はい。で、なるほど、はい、僕の今の最近のお気に入りはこれですね。はい。この間のヒルズマーケットでも買ったんですけど。そうなんですね。はい。なんか。ヒルズも、あ、そうです。リゴさんちゃんでは。ちょっと変なおじさんが、ヒルズマーケットのこの。あ、そうそう。これ去年のですけどね。あ、そうなんですね。今年は間に合わなくてもらえなかったです。私、今年緑もらいました。本当ですか？あれ、なんか、先着1000名様みたいで。そうなんですよ。もうもらえませんでした、僕は。なるほど。はい。いい声してますね、リコさん。はい。ありがとうございます。今回のこのインタビューは、リコライダーさんです。はい。ありがとうございました。ではまた引き続きこのイベントを皆さんで楽しんでもらえたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。 B さんのファッションチェックでした。イエイイエイ。ニューモデルなんですね。お久しぶりです。お久しぶりです。大カマキリハンドル。どうもどうも。マンティスハンドル。で、後ろですか。はい。あ、ズボンもですか。ズボンも809スタイル。これは違うですね。郵便番号ですよ。郵便番号。809スタイルの皆さんでした。ありがとうございます。はい、今回の、響マリニアプロジェクト主催のこのこちらのバイク祭り、会長を務めてらっしゃいます、福本貴子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はすごい大盛況ぶりですね。ですね、こんなに台数来ると思ってなかったんですけど、はいはい、いっぱい来てます。いっぱい来てますね、はい、トータルどんぐらい来られてるか分かります？分かんない。分かんない。2000いってるんじゃないか。2000台ぐらいいってるんですかね。いってると思います。ああ。3000ぐらいいってるかな。3000ぐらい、何台ぐらいいったもん。これあと向こうにもある。
が結構多い。昨日1500やったけど、今日はもう多分2000から3000ぐらいいってるような気がします。はい、このイベントは、主にそのどういったことをこうコンセプトとして始められたイベントなんですか。この場所に、はい、あのバイカーたちが目的として来てもらえるためのイベントです、はいはい、知ってもらいたい。なるほど。この、響き海の公園、ここが、通常もこう盛り上がればいいかなみたいな。そうそうそう、なるほど。ここを通過点にしてもらってもいいし、はいはいはい、景色が綺麗なんですよ、海で。はいはい、すごい綺麗な景色でしたね。ドローンで撮らせてもらいましたけど、はい、海も綺麗で。次回とかも開催されるんですか、来年。苦情がなければ来年。苦情がなければ来年。来年やりたいねっていう市の話ではあります。ああ、なるほど。あ、楽しみですね、来年も。来年0円から始めたイベントなので、はい、来年はもっとこう豪華にできたらいいなと思って。なるほど。今回みんなボランティアです。あ、みんなボランティアさん。ほぼボランティアです。すごいですね、はい、皆さんボランティアで参加してもらってます。楽しんでください。はい、ありがとうございます。じゃあ、福本会長でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こちらはレザーファクトリーシンプルさん。はい、そうです。よろしくお願いします。どういった商品を扱われてるんですか。そうですね、はい、まずオーナーさんの意見を聞きして、はいはい、それからそのバイクに合ったカスタム。バイクに合ったカスタム、はい、あ、バイク専用の、レザー。そうですね、主にそっちが多いですね。はい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 。だからまあバイカーさんの好みも加えつつ、はい、はいはい、こういったものがいい、うん、使い勝手がいいという提案もさせていただいた上で、はい、デザインからもう全て。なるほど。やらせていただいて。おお、これを見てくれみたいなのありました。だからそうですね、これまあ自分の48なんですが、はいはい、まあとりあえず、まあ、すごいですね。タンクベルトとか、おお、これとか、はい、やってますね。あとシート、はい、とあとビブ、まああれはまあ、はい、どうぞ。全部手作りですか。そうです。これは何ですか。ビブ。ビブ、はい、まあ、ハーレーの方は荷物乗せたりとか、はいはい、フェンダー傷つき防止で結構つけたりする方がいるので、はいはいはい、ああ、なるほど、はい、このなんかバッグとかもあるシートですね。シートですね、はい、これも、まあ、普段売られてあるソロシートをベースに上の革だけ貼ったりなと、はい、おー、なるほど。すごい。で、このサイドバッグ。はい、サイドバッグ結構重厚で。そうですね、もうこれはもう簡単に取り外せるように。おー、はい、もうこういうちょっと。しかも結構入るんですね。そうですね、結構、はい、入りますね。へえ。でもうここは革の端を使って。あ、かっこいいですね、そんな、はい、ネイティブな感じが出てるんですね。そうですね、シャレ。この辺もなんか、そうですね、グリップも皮巻きで、はい、これも実際もうグリップだけお預かりして、はい、もうここに取り付けながら編んでいくっていう。ああ、なるほど、はい、オーダーできるんですか。そうですね。だいたいちなみにこれでいくらぐらいするんですか。まあ、両方で、まあ物にもよるんですけど、はい、まあこれだったら1万5000円ぐらいで多分。ああ、1万5000円ぐらいで、はいはい、なるほど、すごいですね。で、あとフォークカバーとかいうのも同じ感じで巻いて、ここで編み込んで留めるっていう。この価格同じぐらいですか。これもそうですね、1万5000円からだいたい2万円ぐらい。おお、はいはい。その車に、あのバイクによって、うん、このフォークの長さとか、はいはいはい、パイの径とかが違うので、はいはい、それに合わせた感じです。ああ、なるほど、はい、かっこいいですね。また別にこう財布とか。そうですね、財布は、今一応色としては2種類なんですけど、はい、結局7色で展開してます。あ、7色、はい、7色の見本はちょっと見にくいですが、すいません。あ、この色で、はい、この形の財布が展開されてるんです、はい、で今回はまあ黒と赤、は
はい、よく出てるやつを2種類お持ちして、はい、で販売させていただいてます。であとはもう糸の色とかも決められますので、はい、あそこまで指定できるんですか。はい、あとボタンの真鍮かニッケルメッキ、はい、の2種類を選んでいただいて、はい、で財布の中の、はい、この一番前の部分ですね、はい、それをこれに今はこれなんですね、うんうんうん、でもう普通にこういうかぶせの単なるこのペラペラのやつにしたりとか、はいはい、であとはカードを手前に2枚入れたりとか、いろんなバージョンがあるんですね、はい、そこら辺はカスタムできるようにはなってます。おーすごい。レザーファクトリーシンプルさん、はい、そうです。本当で言ったらどこで検索したらいいんですかね。もうインスタで、インスタしか見てないです、はいはい、あインスタで、あとはもう口コミで、はい、じゃあインスタのダイレクトメールから受付中。そうですね、 DM でも受付。あ、分かりました、はい、じゃあうちの、チャンネルの方に、インスタの URL の方をアップさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。これはこれは大人気戦術アクションゲームメタルギアソリッドのリボルバーオセロットさん登場です。これバイクは何になるんですか。 SR400 ですか。マジですか。え、マジっすか。これ SR。 メタルギアソリッドのオセロットさんですよね。いや、こんなとこで会えるとは思いませんでしたね、これ。いやはい、今日ですね、メタルギアソリッドのオセロットさんにお会いすることができました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オセロットさん、これすごいですね、この車両。ああ、ありがとうございます。あのゲームのあの世界のやつを模して作られた。いや、そうです、そんな感じでちょっと作って。このバイクの元になるバイクは、これは SR400 です。これ SR400 ですよ。これ信じられなくないですか。これほとんどのパーツを自分で作ってます。え、自分で作ってるんですか。またとんでもない話です。え、この辺も。いや、これのとこ全部手作りですか。ちょっとカメラちょっといいですか。おっと、 P さん大興奮です。この辺なんかも全部手作りだそうです。これも作ってます。わ、ここも、これも、あとここ半分に切ったりして、はい、もう、え、これも自分でですか。はい、タイヤ交換しやすいよ。マジですか。で、マフラーもなんか適当なのつなぎ合わせる。ハーレーのを代用したんじゃなくて違うんですか。やばくないですか。これリブとか、ほら、何歳ですか。リブとかも持ってあります。はしゃいじゃってますね。もともとあるフェンダーを買ってきてつけたけど、はいはい、タイヤ交換めんどくせえと思って5個切ろうと思ってから、はい、で切って長板、はい、入れて開くようにしました。すごっ。こっちの方のディテール、見てください。これこの辺とかもボルタント風に。で、これはもう普通の鉄の棒を曲げて全部つけ、あ、マルキンを、はい、マルキンを曲げて、こことかもこうなんかすごいですね。これ本当はこうスカッチの線路に全部この配線の中にだけ、はい、これどかさすっからかんですよ。あ、そうなんですね。でカバーつけるのにここに押し込めていいやろうちなんで、こんなが全部入ります。ああ、なるほど、すごい。で、あとはこう、はい、ダブルかなんかのエンジンガードを SR より加工してほしいです。あ、ダブルのですね、これ。で、あとはフロントパネルとか、あ、フロント見てください、このパネルのこのディテールね。ちょっと汚いですけど、今ちょっと色々。いやいやいや、こだわりようが半端ない。で、あとはこの、はい、前の風防も同じ色が良かったんで、はい、カバンを多めに買ってきて切り開いて作りました。カバンを、このあのカバンを多めに買ってきてこう裁断して作ったんですか。はい、カバーすごくないですか、これ。で、あとこういうのも全部手作りです。これも手作りですか。はい、これはなんかノーマルの SR の縁使って中に網張ってステー全部作って、そしてこのね、フェンダーのこれもです。そういうのも全部作ったです。で、これ
メタルギアに出てくるバイク自体こういう形なんですか。あ、こういう感じだったから、まあそれ風がいいかなと思って。あ、それ風に。で、あとドイツ軍とかのバイクも好きなんで、はいはい、なんかそんな感じだったかなって感じです。ドイツ軍とかこんな風になってるんですか。こんなのが4つ付けるんですよ。あ、なんかドルドルった。これはすごいっすね。ありがとうございます。褒めていただき、ディズケですね。ありがとうございます。舐めるようにこれ撮ってもらいます。これオセロットさんの YouTube チャンネル笑って転げてもよろしくお願いいたします。この辺も手作りなんでしょ。あ、これも全部作ってます。すごくないですかこれ。これもこのガンベルトとかも。ガンベルトもゲームの中の見て全部ゲームを割り出して、寸法割り出して、職業がこのなんか。いや違います、全然違います。趣味です。趣味でですか。もう趣味で溶接機とか全部揃えて。溶接機っていうか、その、うん、厚物できないとこはもう車椅子でちょっと貸してってジジジジ。あ、借りてビーって。おー、もうパーツだけ切って作っとって、はい、あとはまあ仮付けでもしょって、うん、車椅子っていうかそこでジジジジ。おー、すごい。でメタルギアに出てき用のプラス の、 あのドイツ軍っぽいバイクを作りたかった。ではリボルバーオセロットさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。これはすごい。北九州バイク祭り、ジャンルを問わない気軽さがたくさんの素敵な車両を集めてくれました。いやー、とても楽しいイベントでしたね。来年もまた開催されることを期待しています。それではまた次回お会いいたしましょう。最後までのご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。